ハデスの死は答えよりも疑問を多く残したが、新たな朝を迎えるには死んだという事実だけで十分だった。ついにジョセフ・チヘイゼ氏の命運がつきました。通称ハデスとして知られ、テロリスト組織 KVA の指導者であり、4年前の壊滅的攻撃の首謀者です。ハデスの捜索と殺害を実行した民間の軍事企業アトラスインターナショナルの創業者であり、 CEO ジョナサン・アイアンズ氏に話を聞きました。おめでとうございます。どの政府もできなかったことを達成しましたね。どうも。でも真の英雄はアトラスの従業員です。本当に誇らしい気分ですよ。国連が安保理での席を用意という噂もあります。政界進出もお考えなのでしょうか。議論より行動ですよ。なのでノーです。ニューバグダッドがいい例です。今とは違い、40年前にここから撤退した時は焼け野原でした。これは効率的に行動を起こすと何が実現できるかの象徴ですよ。この4年は大きな節目でしたね。 KVA の攻撃を経て御社は世界的な企業となったばかりでなく、今や史上最大規模の即応軍事組織を所有しています。アイアンズ氏にとって次の一手とは。世界のヒーローになった気分はどうだ、あまり調子に。ギデオン、ミッチェル、すぐに来て、話があるの。イロナ、どうした？メンテナンスルーム 6A よ。二人だけでお願い。なんだよくわからん。とりあえず行くか。ご苦労様です。ここがあの爆だったとは信じられんな。2年前は外に出ただけで撃たれたもんだが、今じゃこの反撃ぶりだ。俺だ。エコーチームが昨日 KVA の下部組織をまた一つ潰した。ハデスをやったおかげで奴らのネットワークは崩壊だ。そのうち戦う相手がいなくなりそうだ。早めに隠居生活を楽しめるからな。ご苦労様です。ここだな。誰かに話した？いや、一体スクランブラーは数分しか持たない。私のハットに同期してこれを。何だってんだ。いいから見て。アイアンズとこの間助けた技術者。川から助け出した。彼はナイジェリアへ戻れなかった。 KVA は攻撃を計画しています。全部聞きました。攻撃ですと？発電所です。世界中のセキュリティの突破方法を知りたがっていました。攻撃対象は？シアトル、パリ、東京、何千人も犠牲になります。誰かに知らせないと。いや、世界中に発表しなくては。任せてください。今すぐ私が対応しましょう。嘘だろ。知ってたの？知ってて攻撃を許した。人々を犠牲に奴は私腹を肥やしたのよ。これはどこで？歯ですよ。最後死ぬ直前にこれを手渡されたの。偽物で。私たちのコードで暗号化されていたの。アトラスのものよ。私たち以外は見てない。ここから出ないと。早く！もう見たわ。すべてをね。何をだ？全部知ってたのね。罪もない。それはテロリストがでっち上げた偽物だ。どうかしてる。あんたは怪物よ。
お前には失望した。全てを手にできたのに。記者連中が帰るまで出すな。行くぞ。はい。ギデオン、そんな奴を信じるの？映像はフェイクです。決まりのようだな。そこから動くな。聞け、ミクロシステムにハッキングした。今は信用しろ。5秒後に防火装置を作動させる。走る準備をしておけ。逃げないと。早く。エレベーターを目指せ。一体誰なの？味方だ。とにかく進め。クロヘッド、地下の防火扉が降りたため、逃亡者をキャッチできません。扉を上げる必要があります。行き止まり。待て。屋上を目指して登るんだ。バググリップが必要ね。ドローンスウォームを起動するつもりだ。屋上に出たら数秒しか余裕はないぞ。上は袋工事よ。信用しろ。ドローン、逃げて。早くここから離れないと。こっち。ゲートの操作を乗っ取る。上部に降りて柵を飛び越えろ。ここは誤解だ。やれ。下水への入り口は目の前だ。急げ。全体が封鎖されるのも時間の問題。だからこそ早く移動するんだ。直ちに帰宅し、以降の指示があるまで待機してください。ご協力感謝します。ここから、ベンジン振ろう。エレーだ、早くしろ。民間人もまとめてるが、時間がない。ここよ。通りまで降りるんだ。危ない、体だ。そこにいるぞ。撃て。トラスワン、武装班を救出内で撃ちました。隠れて。ただ受けろ。
もう応答手配しておいた。とにかくロックまで向かえ。ボートはダメだわ。徒歩で移動する。回収地点は目の前の建物の屋上だ。どうやってあそこまで行けば？グラップルを使え。ミッチェル、グラップルで登るわよ。こっち。
ち。連絡通路に上がれ。降りて連絡通路を渡れ。パレットの後ろに敵よ。忘れたわけじゃないだろうな。さあ脱出するぞ。女の、どうするんですか。撃つんじゃない。もし間違ってたらその時は許さんぞ。間違いないわ。アトラスは状況を報告しよう。屋上はクリアだ。ここにはいない。よし乗るんだ。行くぞ。